皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。お、何を調べているんだ？あ、魔理沙。日本にゆかりのあるアーティストを調べていたのよ。そうなのか。よし、それじゃあ今回は日本にゆかりの深いバンドの一つボンジョビを解説してやろう。よろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、メンバーから見ていくぜ。ジョン・ボン・ジョビー、デビッド・ブライアン、アレック・ジョン・サッチ、ピコ・トーレス、デイブ・セイゴというのが、結成時のメンバーだ。あれ？リッチーは結成メンバーではないのね。そうなんだ。ボーカルでリーダーであるジョン・ボン・ジョビは、両親の影響からレコーディングスタジオでアルバイトを始め、16歳から知り合いで同い年のデビッド・ラッシュバウムらとバンドを結成し、レコーディングスタジオが使われない深夜の時間にレコーディングを行いデモを作成し、主に地元のニュージャージー州でライブ活動を行っていた。ジョンとデビッドがバンドの母体を作ったのね。そうなんだ。そして1983年になるとアレック・ジョン・サッチが参加。彼がピコ・トーレスを連れてきてライブ活動に参加した。その後、ジョン・ボン・ジョビ&ジ・ワイルド・ワンズとしてのショーを見に来ていたリッチーさんボラが、今のギタリストより俺のプレイの方が上手い。俺がこのバンドのギタリストになればベスト10バンドになれる。と発言。デイブ・セイボを追い出すような形でリッチーがバンドに加入し、デビュー時のメンバーが揃った。なお、デイブは、この後レイチェル・ボランらとスキッドローを結成するんだ。追い出されちゃった形になったデイブはかわいそうだけど、80年代を代表するバンドを結成したのね。そうなんだ。そしてリッチーは、後に、このバンドには何か足りないものがあると思った。なんだろうと考えてるうちに俺だということに気づいたんだ。と、語っている。そして1984年、ファーストアルバムボンジョビをリリース。デビュー当初は、観客からは冷たいブーイングを浴びたり、ワゴンの荷台に寝泊まりをして各ライブ会場を回るという散々なものであったという。そこは、みんな通る道なのかもしれないわね。だな。しかし、日本でデビューする84年5月頃には、スコーピオンズのサポートとして、アリーナ級の全米ツアーを回ることになる。また同年、派手な外見とは裏腹に、耳に残るキャッチーでストレートなメロディを持つ彼らが、徐々に日本で話題になり始め、スーパーロック84 in Japan のスペシャルゲストとして、初来日を果たす。同フェスにデビュー間もないバンドが起用されるのは稀なことだそうで、このスーパーロックには、スコーピオンズ、ホワイトスネーク、MSG、アンビルなど、名高いバンドたちが参加していた。そうそうたるメンツね。だな。この時のステージをきっかけに、彼らボンジョビの名が売れ出し、日本ではデビューアルバムがゴールドアルバムのヒット作になるほど人気が高まったそうだ。そして帰国後、リハーサルを経てキッスのサポートアクトとして、ヨーロピアンツアーに同行、その後セカンドアルバムの制作に取り掛かる。デビューして早々、キッスのサポートアクトまで務めちゃうなんてすごいわね。だよな。そして1985年、セカンドアルバム7800ファーレンハイトを発表。そしてタイトルの7800度とは、岩も溶けてしまう温度だそうだ。それだけの熱量で作ったアルバムってことなのかしらね。かもな。そして、アルバムに収録されている東京ロードは、日本のファンへ感謝の意を込めて作られた。なお、本作からデビッドはラッシュバウムからブライアンに改名している。曲のタイトルに東京をつけてくれるとか、嬉しいわよね。だぜ。そしてこれと時期を同じくして、初の単独日本公演を東京中野サンプラザを皮切りに計8公演を行う。すべてがソールドアウトの状態で、新人バンドとしては破格な成功を収めた。この頃からアルバム発表後のツアーは日本からというジンクスが生まれたそうだ。ツアーのスタートを日本からなんて、奇跡すぎるわね。だよな。メンバーの日本への愛が感じられるよな。日本公演後はイギリスに渡り、
ヘッドライナーとしてヨーロッパ各地をサーキットしたが、そのイギリスツアーではチケット代が 3.5 ポンドに抑えられていたそうだ。これにはあまり裕福でないイギリスのロックファンが一人でも多くのショーを見に来られるようにとの配慮があったそうなんだ。金銭的に、あまり裕福ではない人や、10代のお小遣いでも来てもらえるように配慮したのね。だな。そして、アメリカに戻り地道なツアーは続けるものの、日本やイギリスのようには認知されず、地元ではまだまだ無名に近い状況だった。その状況下、セカンドアルバムのセールスもゴールドを記録し、その授賞式では、授賞式は家族や友人がいるニュージャージーで行いたい。という順の希望で、地元ニュージャージーのメドラウンドアリーナにて地元の人々がスタンディングオベーションの中行われた。素敵なシチュエーションね。だよな。その後、ヨーロッパツアーを行い、イギリスのドニントンパークで開催されたロックフェスティバルモンスターズ・オブ・ロックに出演。その後、ラットのサポートとして北米ツアーに帯同する。若手のうちから、ビッグネームのサポートをたくさんこなしていたのはすごいわね。だよな。そして1986年ジョン・トリッチーは、リッチーの家の地下室で、休暇を返上しての曲作りを開始する。この時の二人には曲作りのアイデアがどんどん生まれ、約2ヶ月で40曲ほどはできていたそうだが、より完璧な作品にするために外部のソングライターを呼ぶことになる。これは、キスのポール・スタンレイのアイデアらしい。ツアーに帯同してる時に、アドバイスしたのかしらね？かもな。そのソングライターこそが、その後のジョン&リッチーにとって、曲作りの技術的なノウハウを学ぶための大きな力となる、デズモンド・チャイルドなんだ。デズモンド・チャイルドって、ポールの共同制作者よね確か？お、よく覚えているな霊夢。その後、リハーサルスタジオに入りデモテープを作るが、アルバムに収録する曲を絞り込むのに、スタジオの周りや地元のピザ屋に集まっていたティーンエイジャーをスタジオに招き入れ、候補曲を選考したというエピソードがあるらしい。ダイレクトに意見を聞いたのね。そうなんだ。そして、プロデューサーにブルース・フェアバーンを迎えて制作されたサードアルバムスリパーリー・ウェン・ウェットを発表。その後、西ドイツのニュルンベルクで開催されたモンスターズ・オブ・ロックに出演、38スペシャルのサポートアクトとして全米ツアーを敢行。このツアー中にアルバムがビルボード200で1位を獲得し8週連続。シングル You Give Love a Bad Name、Living on a Prayer もビルボードホット100で1位となり、バンドは一躍有名になった。この2曲は有名よね。だな。そして、1987年は年始からワールドツアーを開始。8月にはニューヨークのマディソンスクエアガーデン3日間公演を行い、イギリスのドニントンパークで開催されたモンスターズ・オブ・ロックにはヘッドライナーとして出演した。9月には日本公演を行った。10月のツアー終了までにアルバムスリパー・イ・ウェン・ウェットは全世界でおよそ1800万枚セールスしたとされている。ライブも、リリースも絶好調ね。だな。そして1988年9月、フォースアルバムニュージャージーを発表。ビルボード200全英アルバムチャートで1位を獲得。シングルバッドメディスンとアイルビーデアフォーユーもビルボードホット100で1位を獲得。8月にはモスクワで開催されたモスクワミュージックピースフェスティバルにヘッドライナーとして出演。オジー・オズボーン、モトリー・クルー、スコーピオンズ、スキッド・ローラと共演した。この時代に、いわゆる西側の国のミュージシャンがモスクワで公演ってすごいことね。だよな。そして、9月にはジョン・トリッチーが MTV ビデオミュージックアワーズ授賞式で、Living on a Prayer と Wanted Dead or Alive をアコースティックアレンジでパフォーマンス。これを機に MTV が MTV Unplugged を制作し、放送が開始された。アコースティックアレンジって素敵ね。だな。1990年、2年に及ぶロングツアーが2月に終了。合計で300を超える公演を行った。全世界37カ国を回り、地球を約3周するほどの過酷なツアーだったそうだ。地球3周って、とてつもない距離ね。だぜ。そして、前日のハードスケジュールでメンバーが消耗しきってしまい、
疲労とストレスからメンバー間の口論やトラブルも多くなり、メディアでは解散が噂されるようになる。その過酷さから、当時リッチーは、あとは月にでも行って、プレイするしかない。と漏らしたそうだ。そりゃ、地球を3周もすれば、そうなるわよね。だぜ。そして8月にジョンは映画ヤングガン2にインスパイアされて制作したソロアルバムブレイズオブグローリーを発表。ビルボード200で1位を獲得する。シングルブレイズオブグローリーもビルボードホット100で1位となった。12月、解散騒動の最中、地元ニュージャージー州のカウントベーシーシアターでクリスマスチャリティーコンサートを開き、以後この時期のチャリティーコンサートは恒例となる。しかし、ボンジョビの本格的な活動再開にまでは至らなかった。9月にはリッチーがファーストソロアルバムストレンジャー・イン・ディス・タウンを発表する。ジョンに続いて、リッチーもソロを始めたのね。そうなんだ。ただ、この時にリッチーについたのがデビッド・トキコだった。皮肉にもこの二人がリッチーに協力したため、あたかもボンジョビが分裂したかのように見え、一部ではジョンとリッチー間の確執を報じる記事まで目にするようになる。旗から見たら、バンドが分裂したように見えてしまったのね。そうなんだ。それからしばらく、ボンジョビとしての正式なコメントがなかったため、解散の噂は常に流れ続けていた。そんな中、ついにジョンから正式なコメントが入るが、90年末に来日公演を行う。しかしこれがボンジョビにとって最後かもしれない。と、意味深な発言をしたため、解散説も囁かれた。ジョンから、そんな発言が出たら解散説も出ちゃうわよね。だぜ。そして、同年秋にメンバーがバハマ諸島でバンドについて話し合いの場を設け、数年間ツアーやアルバム制作を一旦中止し全員で休養を取ることに合意し、そこから再度アルバム制作をすることを取り決めた。ということで、ボンジョビの初期時代について見てきたぜ。お疲れ様です。お疲れ様だぜ。中期以降のお話も早く聞きたいわ。よし。それじゃあ次回は、90年代の活動を解説してやろう。よろしくお願いするわ。この動画が面白いと思ったらグッドボタンを押していくんだぜ。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、また見てね。